はい、皆さんこんにちは。はい、こんにちは。はい、ということで今回はですね、月商500万円を売り上げているですね、治療科の島橋先生と一緒に月商100万達成するためのたった一つの条件ということについてですね、お話ししていきたいなと思うんですけども、島橋先生、本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、お願いいたします。ということでまずですね、最初に、島橋さんのことですね、あまりよくご存知じゃないよって方もいらっしゃるかもしれないので、簡単に自己紹介お願いいただいてもよろしいでしょうか。はい、私はですね、大阪府のね、大阪市の方で、治療院をね、やっております島橋慎二郎と申します。はい、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、ということで今回なんですけども、この治療科が月商、まあ、100万円ね、一人治療科さんとかで今頑張っていると、でもなかなか売り上げいかないっていう方が月商100万達成するために何を結局やればいいのかっていう、まあ、ことなんですけど、まあ、いろんな人がね、まあ、あれやった方がいいよ、100万円行くためにはこれ大事だよっていろんなこと言ってる人がいると思うんですけど、島橋さんが思う大事なことっていうのはどういったあたりかというのをちょっと聞いていきたいなと思うんですが。ああ、そうですね。まあ、私自身が、もともと、整骨院ね、いわゆる保険治療をする整骨院っていうのをね、ずっとこう経営してきてたわけですけども、はい。まあ、いろんなね、時代の流れとともに、とんでもなくこう、下がっていってしまった。私、時代のせいにしてたんですね。なるほど。うん。しかしながら、実際はね、そうではなかったんですね。はい。時代のせいではないと。はい。もちろんね、今のね、整骨院事情、情勢っていうのは非常に厳しいのは確かです。うん。ただし、私自身がね、一番大事な、その本質の部分っていうのを、見えていないままに、ただ、開けていれば、患者さんが来てくれていたので。簡単に言うと調子乗ってたんですね。調子に乗ってた。島橋先生も調子に乗ってた過去が。あの頃はね、開けてると何ぼでも患者さん来るんですよ。だって15年前の治療院とかって、もう開業したらベンツって言われるぐらい、すごい儲かった時代があったって言われるぐらいですからね。はい、いわゆるね、骨院って今、平均ライン、1日の平均ライン数25人って言われてるところ、120人ぐらい来てたんですよ。マジですか？まあ、その当時で言うと儲かってしゃあないっていうような状況だったんですね。いや、すごいですね。もう治療院バブルの時代と。そんな中ですね、まあ一番ね、ひどい時では、まあ、30人も来ないぐらいのね、状況でしたね。しかもそれが保険の患者さんなので、売り上げで言うともうとんでもないわけですよ。はい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 。もう毎月赤字です。だからその時に積み上げたものがどん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 なくなっていく。それでまずいなと思って私が勉強したのが SNS を使った集客法だったね。なるほど。その赤字だった時のその現状を突破した、現状を突破できた、実際島内さん自身が突破できた一番のきっかけが SNS。 そうですね、この SNS と LINE アットをね、活用した集客法が私の突破口になりましたね。なるほど。じゃあポイントはもう SNS と、まあ、LINE にあると、はい、いうことなんですね。なるほど、なるほど。まあ、実際この SNS とか、まあね、最近結構 SNS 集客大事よっていうのは結構皆さん言うようにはなってきたと思うんですけども、でその中で、この特に SNS を使いこなしていく上で、島淵先生が一番大事だと思われる点ってどういったあたりですかね？そうですね。実際に突破口になったのは SNS と LINE をね、この活用した集客法っていうので、あ、これだったらひょっとしたらいけるかもしれないと思って、はい、まあ、頑張っていったわけですね。ただ、まあ、正直伸び悩むんですよ、必ず。その原因が何かっていうところが私自身が分かってなかったことだったんですね。 SNS 集客でもやっぱり伸び悩む時はまあ来ると、必ず来ると思います。どんな方法でも絶対あると思うんですよ。確かに、ね、それはやっぱり一番大事なことを、まあ、学ぶべき、もしくは気づくべきだったんじゃないかなというところですね。今ではそう思いますね、確信持って。いや、深いですね。その大事なことっていうのをちょっと教えていただいてもよろしいですか？はい。まず、最新の集客方法。要するに、時代が変われば必ず、今よりももっともっと優れた集客方法っていうのが編み出されると私は思うんですが、今現状で一番いいのって、インスタグラムと LINE アットを活用した集客方法なわけですよね。ですね。はい。ただし、それっていうのは、ちゃんとマーケティング理論であったり、人の消費者心理、ね、行動心理っていうのを分かった上で活用するから、より効果が出るわけですね。そして、それをきちんと、なんでしょうね、操作する人、はい、うん。この自分自身がどうあるべきなのか。ね。これはね、私の、治療科になった時の思いですね。患者さんに
ありがとうって言ってくれたあの気持ち、もうあれが原点なんですよ。人のためになりたい、人に喜んでもらいたい、うん、そのために自分はどうしたらいいのかなって考えることが原点なんですよね、うん。ああ、なるほどですね。まあ確かに SNS っての大事だけど、まあじゃあそのマーケティング理論とか消費者心理っていうのを、まあ、理解しなかったら意味ないと。で、それを理解するためには、このマーケティングを仕掛ける側のあり方っていうのが一番大事で、でもそれが島橋さんの場合だったら、例えばあり方としては、その、なぜ今そもそも SNS をやってるのかっていうところまで遡ると、お客さんにありがとうと言っていただけた、まあ一種の喜び。そうですね。であったりとか。うん。そうですね、一番はね、その思いですね、はい、喜び。だからね、集客にやっぱり困ってる先生って多いと思うんですけど、うん、はい、困れば困るほどニコニコ しなくなっちゃうんですよ。なるほど。患者さんの前で。ああ、うん、そうすると、どん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 悪循環なんですよね。悪循環ですよね。だからリピートのお客さんも減ってきて、患者さんに喜んでもらいたいのに、はいはい、先生が笑顔じゃないとか、先生がそもそも楽しくない状況で仕事をしてるんですよ。なるほど、なるほど。はい。そこですよね。はい。で、それが結局ね、失脚につながっちゃったりとかっていうことも結構あったりします、ね。そうなんです。せっかく集客を成功してもリピートさせれないっていうところのまた原因にまたつながっていくんですよね。まあ、よくね、すべてはなんか心にすべての原因があるっていう話もありますけれども、例えば、これのいい例としてはね、例えばじゃあ情報発信してたとしても、ね、いつもなんかその、なんて言うんですかね、もう怖い顔をして、もうネガティブなオーラで YouTube を撮ってる先生と、もう片やいつも元気はつらさでね、まあ、例えばお客さんが今伸び悩んでたとしても、その一人のお客さんに対して感謝の気持ちを忘れない、そういった表情で情報発信をしていたら、そういった、例えば動画とか YouTube、SNS 一つ撮っても、やっぱ伝わるんですよね、お客さんに。まさにそうですね。そういう意味では、そのあり方っていうのをきちんと、まあ、気づき、学びっていう状況で、うん、ね、その YouTube もそうです、Instagram もそうです、うん、LINE アットもそうです、これら全てに対してレバレッジがかかるという意味合いでいくと、本当にね、同時に学ぶべきことなんじゃないかなって私は思っていますね。ああ、大事なのは当然に、まあ、最初のテクニックを学ぶっていうの、まあ、それが全ての土台なので、まあね、足し算、引き算、割り算、掛け算をまず基本的なことを抑えなかったら方程式解けないのと一緒で、まず基本的に SNS のテクニックを学ぶんだけど、大事なのはテクニックプラスアルファあり方ってことですね。そうですね、あり方、まあ、実際そうですよね。実際あり方の一つとして、例えば私自身も集客をしていて思うのが、テクニックに頼っててもなかなか結果が出にくい方とかの特徴として、まずお客さんの立場に立って考えるっていうことが結構視点が抜けたりすると、いくら情報発信してても独りよがりの発信になっちゃうんですよね。そうですよね。っていうのも一つのあり方ですよね。うん、なるほど。こういったもうテクニックとか、まあ、そういったあり方、この2つで、特にこのあり方っていうのが全ての根本の土台になると、まあ、いうところがすごい大事になってくるよっていうところですかね。そうですね。うんうん、かしこまりました。まあ、具体的にですね、まあ、今回このお客さんに対してのそのあり方とか、自分自身がね、すごい月商100万売り上げたように、まず根本として大事よっていうまあお話をさせていただいたと思うんですけども、次回、まあ、今度はテクニック編のね、ちょっとお話とはまた別動画でですね、島内先生とお話をしていきたいなというふうに思うんですが、はい。今回ですね、今日ね、動画撮っていらしていただいて、島橋先生もですね、LINE アット、をやっていらっしゃるので、まあ、そちらね、LINE アットでも、今だけプレゼントが、ついてくると。そうですね。はい。はい、こちら、どんなプレゼントがついてくるんでしょうか。ね、プレゼントはですね、はい。まあ、まずは、どういうふうな全体の流れで、はい。集客をしていくのかっていう全体像であったり、うん、もちろん、インスタグラム、そして LINE アットのね、まだやったことないんですとかね、うん、そういった方のための、スタートダッシュのね、マニュアルであったり、あとは実際に売り上げを上げていくための、ノウハウの一部を公開しています。売り上げを上げる具体的なノウハウの一部、うん、はい、ノウハウ、この2つをですね、プレゼントゲットいただけると思いますので、これね、プレゼント受け取り方法は、下の概要欄の方にですね、LINE アットの、島橋先生のリンク貼っておきますので、そちらで LINE で島橋先生とお友達になっていただいて、ぜひね、こちらのプレゼントを無料でね、手に入れてみてください。はい。ということでね、今回の動画少しでも勉強になったりとか、ぜひ、ね、高評価ボタン、チャンネル登録もね、よろしくお願いいたします。はい。ということで、島橋先生、本日はお時間いただいて本当にありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。